パーキングブレーキレバーパーキングブレーキとは機械の動作や移動を止めるための手動式の制動機構またはその機構で止める行為自動車のブレーキ機構の一つ駐車ブレーキとも表記されるまた運転席の横にあるものは和製英語でサイドブレーキとも呼ばれる英語では通常のブレーキが効かない場合に非常用として使われるためエマージェンシーブレーキとも また手で操作するものはハンドブレーキとも呼ばれる。いずれも止めるための仕組みは摩擦ブレーキで、多くの場合、動作はテコネジ、カムなどによって倍力される。操作力の伝達は、軽量から重量程度の自動車では、ロットやケーブル、鉄道車両では、歯車やチェーンによる機械式となっており、重量自動車のホイールパーク式では、 高速にバネ寛解に圧縮空気を用いている。ブレーキ警告灯パーキングブレーキ使用中や、ブレーキフルードの液面低下時に点灯するパーキングブレーキレバーの操作。ブレーキをかけるときはレバーを引き上げ、解除するときはレバー先端のボタンを押して下ろす。一番左端にあるペダルが足踏み式のパーキングブレーキ電子制御、パーキングブレーキ採用車種の パーキングブレーキスイッチ自動車のパーキングブレーキは、従来は床のブレーキレバーを手で上に引き上げたり、ダッシュボード付近から手前に引っ張り出したりしていたことから、ハンドブレーキ、サイドブレーキと呼ばれていた。しかし、足踏み式や、押しボタンスイッチで作動させる電動パーキングブレーキを採用する流れがあり、ハンド、サイドともに実情にそぐわなくなってきたことから、カタログの表記などでは、 パーキングブレーキあるいは駐車ブレーキという故障に統一されている。パーキングブレーキは駐車時のみならず、フットブレーキの液漏れややかみ、ベーパーロック現象などで車を停止できなくなった時の非常用ブレーキとしても使用される。方法はエンジンの可解点に注意しながらシフトダウンし、エンジンブレーキを十分に作用させる。次にパーキングブレーキを少しずつ引いていき、 摩擦により制動をかけていく。氷点下では長時間の駐車の際にブレーキ周りやワイヤー被覆内の水分が凍結し、ブレーキ解除が不可能になる恐れがあるため、パーキングブレーキを使わないことが推奨されている。電動型についてはその必要がないと言われることも多いが、メーカーは従来型と同様の処置を推奨している。また、 作動装置にリミテッドスリップデフが装着されていない。車体の場合、パーキングブレーキのかかる車輪と駆動輪が一致している。構造の場合に限り、何らかの原因で、片輪が空転することで設置している車輪へのトルクが伝達されなくなり、結果として駆動輪にトラクションがかからなくなった際に、坂道発進の要領で、パーキングブレーキを半分ほどかけながら発進の操作を行う。 または空転中に断続的にパーキングブレーキを引くなどにより空転している方はをパーキングブレーキで強制的に止めることで瞬間的ではあるが LSD やデフロックと同様の作動制限効果を疑似的に発生させることができるパーキングブレーキを用いた作動制限はオープンデフの4輪駆動車でオフロード走行を行う場合や FR 社が接動でスタックした場合に用いられることの多い走行技術で2010年代以降の車両に採用例が増えてきているトラクションコントロールシステムの一種であるブレーキ LSD はこの走行技術を応用して車輪の空転をセンサーで検知しその車輪のみにフットブレーキをかけることで LSD と同様の効果を発揮させるものであるパーキングブレーキ機構は ほとんどの場合は後輪に備えられ、一般的にはワイヤーケーブルで作動させるものが多い。1970年代末から4輪ディスクブレーキが採用され始め、ワイヤー駆動でリアキャリパーを作動させるパーキングブレーキが存在したが、このタイプは自己外力作用がなく、制動を維持する力が小さいため、高い制動力を必要としない。 軽自動車や一部のスポーツカーに採用例があり、小型のドラムを内蔵したドラムインディスク式は重量があり高い制動力を必要とする高級車やスポーツカーに採用されるという住み分けがなされた。後輪がドラムブレーキの場合は自己倍力作用による高速力が強くリアブレーキとパーキングブレーキを一つのハブに収められるため車両総重量の大きい大型トラック。 バスをはじめ、大衆車や軽自動車などで広く用いられている。ライトトレーラーでは、車体に設置したワイヤーやチェーンをホイールに引っ掛ける、簡易な方式のパーキングブレーキも、近年認められるようになった。大型車のセンターブレーキ式、パーキングブレーキとギアボックス中期ブレーキ、規制対応以前に製作された大型車や、一部の四輪、駆動車では、プロペラシャフトを拘束する。 センターブレーキが採用されていた。これは通常トランスミッションの直後に設置されており、ファイナルドライブギアの減速比に応じて高速力がさらに強まる長所があるが、パーキングブレーキの作動中でもディファレンシャルギアの作用によって両輪が互いに反対方向へ回転してしまうことがあり、車両が転動する危険もあるため、特に摩擦係数の低い雪道や凍結路面での駐車や、 片輪のみのジャッキアップには適していない。これらの道での転動は他の方式に比べて起こりやすいと言える。そのため、中期ブレーキ規制に対応した大型車両の場合、実設のホイールパーク式、パーキングブレーキが主流となっている。大型車のホイールパーク式、パーキングブレーキレバー2000年前後以降に発売された大型トラックは、パーキングブレーキの動作にパワースプリングを使用する。 ホイールパーク式、パーキングブレーキを採用している。駐車時はパワースプリングの力でホイールを固いましめしている。走行時はパーキングブレーキ用のブレーキチャンバーに圧縮空気を送って圧縮空気の力でスプリングを押し込んでパーキングブレーキの解除をしている。三菱不走のベストワンファイターは2019年9月のマイナーチェンジで4トン車にもホイールパーク式。 パーキングブレーキを標準搭載している。オートバイにおいては、斜面に駐車して、サイドスタンドを立てた際に車体がずり下がり転倒する恐れがあるため、また坂道における停車時にたあるいは足をブレーキから離しても車両が動かぬよう装備している場合がある。ワイヤー式、ドラムブレーキを装備する車種において、また油圧式ブレーキを装備する車種において、機械的に ブレーキレバーを固定する簡易なパーキングブレーキ機構を備えるものが存在している。また、ビッグスクーターにおいては、乗降時の安全性を確保するなどの目的で、過去に見られたブレーキレバーロック機構とは異なる専用のパーキングブレーキノブなどの装置を備えた車種が見られる。ありがとうございます。